先ほどのインスタライブを見てくれた皆さんもありがとうございます。もうねツイッターにも載せたのでメールにも送ったしね、全部解禁されたんですけれども、皆さんチェックしてくれたかな。あ、大ちゃんありがとう。あ、タタ様ありがとうございます。いっぱいありがとう。はい、11月23日の、17時から5時から開演、脳内パラダイス公演が一夜限りで復活します。7人でなんか他のなんだろう卒業生とかもねちょっと出る予定はないので、ちょっと期待しちゃってる方がいたらね申し訳ないんですけど、今の7人でねできたらいいなと。まあみんなちょっと東京だったり福岡だったりでいろいろ活動をみんな頑張ってるのでね、なかなか全員では出れないので7人でやらせていただきますが、そうですね、なんか本当はなんか5周年にやりたかったらしいんですけど、去年やりたかったらしいんですが、なんかスタッフさんとか的にも去年やろうとしてたらしいけど、なんかそのやっぱスケジュールとかいろいろと合わずでできなくて、うん、なんかそう吉川さんとかが提案してくれたりしたらしくてね、そうやったらみたいなやったらみたいな言ってくれてて、そう、それでまあなんかいやもうこの人数でできないと思ってたんでね、この少なくなったまあ7人ですけど7人でできると思ってなかったんで、まさかのって感じなんですけど、大ちゃんありがとうですけどなんか去年やろうと思ってたんだけどできなくて、まあ今年になった感じではあるみたいですね。そう、うん、だからもう去年やろうとしてたってことはまあ1年ぐらい温めてたってことだよね。なんかこう決まったのは結構最近というかなんですけど、あの日にちとか確定したのはわりかし最近なんですけど、まあそういうノーパラをやろうっていう案はなんか1年前ぐらいから出てたらしいですね。そんな感じで、でまあいろいろと多分14人とか12人でやってた時とはもう本当に半分になってしまってるから、もちろん全部を再現できないとは思うんですけど、全部が全部再現できないんですけど、なんかちょっと減らしたりとかは出てきちゃうと思います。いろいろまあユニットとかもそうだけど、なんだ全員でフルメンバーではないので、ちょっといろいろ構成変わる部分はもちろんあると思うので、まあ今の7人でお届けする脳内パラダイス公演をね
楽しんでもらえたらなと思っています。うん、確かにね。大ちゃんありがとうございます。まあ見たことある方もそうですけど、見たことないよっていう、私がね踊ってた研究生の時にこう踊ってた姿をまだ一度も見たこと、あのノーパラ見たことないっていう方もそうですし、まあまあ昔すごい見に行ってたなとか、昔見に行ったなっていう方もまあ久々に見てほしいなっても思いますし、そういろんな方会えたらなと思ってるので、皆さん応募してください。そして当たりますようにね祈っております。そうですね、うん、脳内パラダイス公園もでも思い入れのある公園で、私が一番最初にね、まあ、5期生が一番最初にやらせていただいた公園だから、研究生公園だから、そう、そこでいろいろなことを学んだり成長しましたね。確かに5周年記念ギリギリ5周年記念、そうだね、言われてみたらそうだね、うんうん、まあいろいろとね、あの時から月日も流れね、もうあっという間に6年目になっているわけなので、いろいろ変わった部分もあるかもしれませんけど、まあちょっと初心を思い出して頑張りたいですし、楽しみたいなと思っていますし、成長した部分を見てもらえたら嬉しいなと思います。ともやは全員楽器担当になりそうあの履ける、あの履かせたりするのは人数が足りないので、多分楽器はあの本当に少なくなりそうです履かし問題があってちょっとねできなそう。私はもともと楽器やってません楽器やってませんね。アイジーというアカペガのイメージ、まあでも私アカペガ、最初はアカペガだったんですけど、衣装が変わっちゃったので、AKB さんのやつじゃなくて、そうおされさんの作った衣装じゃなくて、マーキュリーになって衣装をまた新規で作ってもらった時に私青になったんだよそうだから多分最初のイメージは赤だったんだけど、結局衣装変わってHKT の衣装になって青になったんで、そう、葵ちゃんありがとうございますそうなんですよね、変わったんですよ。ちょっとね変わった理由はあんま分かんないんだけど、なんか変わったんで赤じゃなくなったっていうのはね、そう思い出、そう記憶の、うん、今の劇場のタイミングでそこ変わりました。全部ね、そう衣装とか返却してなんかまあ新しく作っていただいたからね。もう元々のノーパラ衣装に結構印象づいちゃってるかもだけど、全部作り直してもらったからね、あれも本当に大変な。でもそんなに長くやってないから。ちょっともったいないなっていう、恋愛禁止条例とかもそうじゃん、恋愛禁止条例もさ新しく衣装を変えたじゃないですか。それでもまあ
終わっちゃったから、結局ノーパラもそんな感じでそんなやってないんだよね長くは。そうなんで、まあいろいろそうだね、骨骨はないね需要がないねあんまり。そうそう7期生がノーパラ、まあね、でもいや衣装とかあるからねいいなっていいんじゃないと思ったけど、まあ結局3期生さんとかもそうで、2期生さんか、2期生さんもノーパラやってたし、5期生もやってるから、どうしてもね色がついちゃってるからね、もうノーパラ自体にね。だからうん、7期はダムデでよかったと思いますね。うん、いや需要ないですよ、あのそれ言ってんのファン、私のファンの方だけうん、望んでないですそれはね。ニキさん、ニキセイさんもやんないでしょえ、やんないでしょ。でも基本はそんな、なんかなんて言うんだろうな、思い入れのある感じで、思い入れのね、まあ、なんて言うんだろうな、こう懐かしさを、ね、懐かしいなっていう気持ちになりつつ成長した姿を見せれたらなと思うので、ねえ MC はねちょっと長くなりそうだと思うよ、いろいろ準備とかもあるもんねMC でつながないといけない時とかありそうだもんね。でも喋る方って結構ありそうだなって。限定です、そうですね、一夜限定だからまだねリハとか何もやってないんでわかんないけど、そう、そうそう、なのでなんか思い出せなきゃいけないんだけど、まあ覚えてるやつも結構あるんだけど、そうでも結局なんかまあ構成とか全部変わっちゃいそうなんで、7人になるからちょっと構成がね変わるので、うん、ディノもなんか覚えていかないとか言ってたけどさっきそんな感じで1936ありがとうございます。そんな感じでなんか結構変わっちゃいそうだから、そうでも意外と忘れちゃってる、うん、アンコールらへんとかは特に忘れちゃってますね。たまにコンサートなんか周年とかでやる曲はクリスマスがいっぱいとかいつもやってるから踊れるんだけど、シアターパイレーツも去年やったでしょ。あと気になる転校生とかもまあ、うん、ノーマイパラダイスもまあまあまあやってるか、で
かアンコールからはあんま花散れはやったけど、メドレーはやってないね全然。髪の毛ロングだ、まあね、まあでもいややってたけどね、こんぐらいのボブで、ボブ時代も長かったけどね、割と長いっていうか長くはないけど、どんぐらいやってたかな忘れちゃった、期間がどんぐらいやってたか忘れちゃったけど、まあちょっとだけだけやってたかな。まあロングが長かったね、確かに研究生公演はロングが長かったですね。懐かしいですよね本当に。まあでもちょっと懐かしいなっていう気持ちもありつつ、見たことない方ももちろんいるんで、いろんな楽しみ方をしていただけたら嬉しいなと思っております。クリショさんありがとうございます。赤傘あれ、うん、髪の毛短いのがもう、ああもう圧倒的に長いですよそりゃ。うん、4年くらいはもう撮ってるね。あんまりもう初期の頃全然覚えてないんだけど、どうなんだ。ノーパラ記憶ない、あら、そういう方もいるよね。赤のアンブレ入ってたかな、どうだろう、入ってたかも。いつぶりかな、いつぶりだろう、コロナの時じゃない、七色公園の前の前かな。ちょっとね、11月もゴリゴリに忙しそうです。そう、でも一夜限りなので、一回だけなので、皆さんもね見逃さぬようお願いいたします。昇格発表の時以来、あ、じゃあいつだっけ、ガスホール、ビンステあった方がね見やすかったよね、スカラより。11月は忙しそう、頑張ります。そうね、二度と見れなさそうだね。頑張ります。皆さん、脳内パラダイス公園っていい公園だよね、面白いもん、面白い。2020とかが最後かな、じゃあもう4年経っちゃうのかな、怖っ。3年、2021撮ってしまったからねすごい。そう、研究生公演、そうだね、テレビ回しわー、だからその時に来てくれてた方、もう今じゃ、全然見てない顔の方研究生公演めっちゃ来てた人いたんですよね。そういう方も本当に来て応募してほしいね。見たことない、今入りのファンになってくださってる方は、うーん、その時
その時代はあんまり見てない方もかなり多いので、ノーパラをね見てない方ももちろんめちゃくちゃいるので、そういう方にもまあ見てほしいなとも思うし、とにかく愛理推しの方はね当選しますように祈っておきます。ずっと愛知をしてる人いる。うん、てかそれこそノーパラでね見つけてくれた方も何名かいらっしゃいますね。すごいことだよね。私のねノーパラでの私のなんかパフォーマンス見て MC 見て好きになってくれた人もう数名いらっしゃいます。今でもすごいよね。そうでもね、まあそこから見て、そこで見つけてくれた方はねナイスセンスナイスセンス。もう序列も私本当に低かったので、最初はそうそうだからナイスセンスって感じで見つけてくれたなって思います。そう、そうですねだからまあそんないろんなね応援してくれてる、今こうして応援してくれてる方に向けても応援してくれてる方に向けても、なんだろう、まあ、成長した姿も見せたいですし、なんかまあそうだね、とにかく初心を思い出してノーパラってなんかすごい、やっぱすごいなんて言うんだろう、気合が入りますね。全力で楽しめる公演全力で最後までもう燃え尽きるぐらいまで楽しめる公演だと思うんです。だからもう一夜限りだから最後まで全力で楽しめる日にしたいなと思って頑張ります。皆さん当たりますように。あ、もう終わっちゃう。ではランキング見ます。13位まっちゃん、12位谷川拓さん、11位キロッチさん、10位ヤクさん、9位ひしみらこうさん、8位 MJ さん、7位ズッキーさん、6位くにしょうさん、5位ホクピグさん、4位タータンさん、3位渋蔵さん、2位葵ちゃん、1位大ちゃん、ありがとうございます。皆さんありがとう。愛知楽器なんだっけ、愛知楽器なし愛知楽器なし、スタンドマイク。あ、そうですね、明日はアイアライブなんで一日頑張ります。結構早いんだよね明日。頑張ります。ではおやすみみんな。今日も一日お疲れ様でした。あ、え、あれ、あのファミマでもらったんだよね、あれ、あれどこだ、あ、そう、お仕事の帰りにファミマにね寄ってね、これでしょ。私も SNS で見たんですけど、このラブ&ベリーのステッカーなんかもらったと、対象の商品を2個買ったらもらえたんで、もらった。こ
そのステッカー。ではおやすみなさい皆さん、バイバーイ、おやすみ、明日ね。